迎えましたが、ノーアウトフルベースから森田が押し出しのフォアボールを許しまして2対1と1点スワローズリードしています。これはセンターへのフライ、三塁ランナーのハドラーがタッチアップを切ります。バックホームありません。これで3対1、ゲーム差 2.5 で迎えました。1位スワローズと2位ベイスターズの直接対決。この試合はカミソリシュートでおなじみの平松正史さんとコーナーワークの哲学者と言われます小原貴夫さんの解説でお送りしてまいります。どうぞお二人よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ平松さん、はい、この回急にですね試合が動き始めましたね。そうなんですよね、はい、まあ、ベイスターズの場合は先発をですね、森山、はい、まあ、苦労してここまで3回までね、なんとかこう1点で抑えてきたということで森田をこれね持ってきたんですけども、はい、ちょっと裏目でじゃあの森田です。今日は先発ピッチャーはベイスターズは森山でした。一方のスワローズは先発ピッチャー岡林。なおもスワローズ。小原さん、はい、古田がどん底からもう脱出したと見てよろしいですか？そうですね、調子は随分と上がってきていると思いますね、はい、やっぱりねサード方向にこう流れるフォームがね随分なくなってきて、その今日なんかも2本ヒット打ってるんですけども両方こう変化球なんですよ、はい、その変化球をよくその溜め込んでね、踏み込んで打ってますから随分と調子上がってると思いますよ。さあカウントワンツーです。ワンアウトランナー二塁一塁、記録はヒットです。今ノーベース、森田のピンチが続きます。そしてバッターは広沢。ご覧のように今日はフォアボールが2つ。ワンアウトベース、急に試合が動き始めました。こう満塁になって守りに行ってますよね。ああ今のように思い切ってインサイドついたらどうでしょうかね、はい、足が下取り落ちました森田。今日は非常に蒸し暑い神宮球場、去年の状態からいきますとね、まだ 50% までいってないんじゃないですか。ああそうですか、やっぱり靭帯をね、はい、断裂して、その復帰したんですけどもね、はい、僕はねその復帰が早いように思いますね。ああやや早かったですかね、やっぱり僕も同じようなね手術をしてますけどもね。なるほど、さあこれはどうでしょうか。6-4、ダブルプレーです。これは今度は森田してやったりです。